スピナディロースラのロゴマークはママがデザインしたんだよ。私すごく気に入ってるの。ほら、ごめんごめん、ちょっと急ぎすぎたか。でもずっと外を旅してたって言ってたろ。リーユエは山道が多すぎて飛ぶのが疲れるんだぞ。はぁ、せっかくお腹いっぱい食べたのにまたペコペコだぜ。ならどんどんスーでも食うか。店で買ったやつだけどな、俺が作ったんじゃなくて。おいおい、食いしん坊すぎやしないか。お腹いっぱいになったら飯が入らなくなるぜ。オイラは生まれつきたくさん食べるんだ。ほら、お前が生まれつき体力いっぱいで、どれだけ歩いてもどんだけ仕事しても疲れないのと同じようにな。なるほどな。ほれパイモン、あと旅人の分も。白草おじちゃんもお疲れ様っす。横に置いとくぜ、おじちゃんの分も。うーん、うまかったぞ。おいら復活だぜ。大げさだな。どんどん数は子供の頃から食べてるんだ。道端にある屋台から町の大きな飯屋までいろんなとこで作られてるけど、どこも少しずつ味が違う。気に入ったんならその店の住所を調べて教えてやるよ。帰った後にな。おっと、俺としたことがおしゃべりしすぎたか。静かに景色を見るのを邪魔してないよな。もしうるさかったら言ってくれよ。俺なら大丈夫だからな。気にせず率直にな。大丈夫だぞ。お前ってしゃべりのテンポが良くて賑やかだし、話してて面白いからな。お腹いっぱいになったから機嫌がいいとかじゃないよな。それとこれとは別だぞ。やっぱり若竹が必要。お、着いたぞ。荷物を忘れるなよ。それと降りるときは足元に気をつけてくれ。踏み外したら水の中にドボンだからな。白草おじちゃん、ありがとな。体に気をつけてくれよ。じゃ、またな。さ、ついてきてくれ。あっちから行くのが近いんだ。氷極は上にあって、リフトで上がる必要がある。ゆっくり歩いてくれ。どうしたんだよ、街はこんなに。それはなんつうか。なんだよ、はっきり言えよ。見えるか、あそこにいるおじちゃんとおばちゃんが。あれ、みんな俺の親戚なんだ。あの人たちが買い物すると日が暮れるまで帰らないんだ。はぁ、あ、参ったな。敵じゃなくてただの親戚だろ。何怖がってんだよ。あ、もしかしてなんかすごい悪いことでもしたのか。そんなわけないだろう。ただ親戚付き合いが苦手なんだよ。避けて通れるなら避けておきたい。機会があったらちゃんと説明するよ、お前らには。でも今は仕事が優先だ。
左は人が多い。まっすぐ行こう。そーっと、そーっと。Das ist solche Schleichmission in dem Spiel.一旦ここで待機だ。おばちゃんが離れないか様子を見よう。だなお前ら、これくらい楽勝だぞ。ロンロン数を 2,3 口でペロッと行くみたいにな。なんだそんなに気に入ったのか。じゃあロンロン数を小さな山になるくらい買って、その中に埋めてやるよ。ひひ、そん時はオイラの頭を外に出しておいてくれな。よ、チキおじちゃん、荷物を持ってきたぜ。こっちの二人は旅人とパイモン、一緒にここまで運んでくれたダチだ。んじゃ、荷物は A さんおじちゃんのとこに置いてくるな。ああ、ご苦労だったな。そっちのお二人もありがとう。今お茶を入れるから、少し休んでくといい。大丈夫だぞ、オイラたちすぐ行くから。おいおい、せっかく来たんだし、ちょっと休んでけって。かなり本格的なんだぞ。俺ら氷局の小螺旋川、一度飲んだらまた飲みたくなること間違いなしだ。あとチキおじちゃんも座ってな。おじちゃんに何でもかんでもやらせるわけにはいかないし、俺が入れてくっから。どっちも片手間にできることだ。俺がいっぺんに片付ければすぐ終わる。旅人は苦手なもんとかないよな。パイモンは甘いのが好きだから、お茶は少し薄めにしよう。あと茶葉を使った点心も2つつけとくぜ。え、もうそこまで把握してんのかよ。パイモン ist alles gerne. Es ist egal. 君たちはガミンと知り合ってどのくらいなんだ。ついさっきだぞ。たまたま一緒にイローフに来ることになったんだ。ガミンってすごく親切だろ。だからちょっと話しただけで仲良くなれてな。Ich finde es aber übrigens auch immer schade, dass ガミンはそういう子なんだ。覚えが良くて、人間関係にも気を使ってる。私たちの知り合いにベテランの教師がいるんだが、この前雨が骨に染みると言って一日休みを取ったことがある。そしたらガミンのやつ、わざわざ袋まで行って白先生に薬を処方してもらってな。徹夜して届けに行ったんだ。こんないいやつがみんなに好かれないわけがないだろ。ただガミンの家族は、チキおじちゃん、荷物を届ける人手が足りないって A さんおじちゃんが言ってんだけど、俺が届けてこようか。いやいや、それはさすがに大変だろう。でもタコの材料だし、家の子供たちが遊ぶためのもんかもしれないだろ。この時期に送るってことはきっと解凍祭に間に合わせたいんだと思うぜ。おっと、その前にさ、お茶を飲んでくれ。わかった、そうまで言うなら配達を頼もう。なあ、2人ともあさっての朝は暇してるか。ザオ茶でもどうだ。新月券で俺がおごるからさ。どうしたんだよ、そんな改まって。当然だろ、お前らには迷惑をかけちまったんだから。それに俺んちの状況を語るとなると一本の布地みたいに長くなる。だから座ってゆっくり話さないと。いいぜ、食べ物があるならオイラは断らないぞ。
よし。じゃあ俺は行くな。また明後日。パイモン、腹を空かせとくんだぞ。忠告はしたからな。あいつ、オイラのことを侮ってるみたいだな。見せつけてやらないと。この器の大きさは。でもさ、ガミンの家庭環境ってそんなに複雑なのかな。ガミンって人当たりが良くて行動力も高いし、それに仕事だって丁寧だろ。何か衝突があるとは思えないけど。ああ、なんというか、いや、あの子が自分から話すつもりのようだし、おじさんは口出ししないでおこう。君たちは年齢も近そうだ。共通の話題も多いだろう。もしよかったら私の代わりに助言してやってほしい。頼まれてくれるか。おじさん、時間があったらオイラたちにちっちゃい旗を作ってくれてもいいぞ。こう書いた旗をな。趣味人助けってなら作るよう頼んでおこう。他に希望はあるか。それ以外に書きたい文字とか。いやいや、ただ言ってみただけだぞ、冗談を。ガミンみたいに統治法で喋るのが映ったんじゃないか。お茶はまだあるか。おかわりはどうだ。もう大丈夫だぞ。せっかくここに来たんだし、オイラたち埠頭の方を見に行ってくるぜ。さっき親戚たちを避けてる時に路上にたくさん屋台があるのをチラッと見たんだ。ビールエコーにないタコがあるかもしれないぞ。ああ、じゃあ楽しんでくるといい。お茶のおかわりが欲しければ言ってくれ。休みたくなったらいつでも歓迎しよう。Nebenquest. その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。ふむ、こやつを手本にするといい。これこそが年長者を敬う時のふさわしい態度だ。なんか年寄り風を吹かしてきたな。たこ揚げ大会のことを聞いて引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。あ、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう属性の勝負ごとに対して腹を立てるようなやつに映っておるのか。いや、オイラじゃなくて利水と作月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど。とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。あ、カオン、
リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、すっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから茶葉がいいだろう。急用を思い出した。他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。去っていくのも風みたいだな。ほんと自由だぜ。おい、そういうのはすぐ真似しなくていいんだぞ。早く帰ってこいよ。強盗にでもあったら危ないからな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。行営層直送高級茶、小羅千賀だよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。よい品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん。実は今、怪盗祭の大安売り中でね。なんと三貫買うと1割引き、四貫で2割引きだ。四貫で2割引きだと。これはお得だ。帝君とピンにも一つずつ持っていこう。では四貫もらおう。おや、もしかするとお客さん、贈り物かい？だったらこっちの特製セットはどう？10巻で半額だよ。ほら見ておくれよ、この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感じを見事に演出してる。親戚やご友人に贈るんなら断然こっちの方が見栄えもいい。10巻は少々多いか。だが高魔大生と弟子たちの分も入れれば。ふむ、それに10という数字はすごく縁起がいい。十全十美って言うでしょ。よし、お代の端数はおまけしてあげよう。いいだろう。ならそれを包んでくれるか。毎度あり。そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ、私の店もぜひ見ていってください。私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね、ここで売っているおもちゃは全てクロックワークマシナリーで動いているんです。小型で精巧、そしてすごく面白いものばかり。ならば言ってみろ、一体どこがどう面白いのだ。ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つ、しっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ。礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために足を止めているところを他の者に見られてはメンツが立たん。こっそり持ち帰って研究するとしよう。当然だ。わらわは人との付き合いを好まぬだけで、できぬわけではない。
お前たちは買い物をしに来たのではないのか。まだできてないんだ。でも見た感じ、イローフにタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさかお前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか。つまりその子供たちは皆参加したがっているということだ。ぴょんぴょん飛び跳ねたり、物欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。ゆえにわらわも仕方なく手作りタコ教室を開くことにした。わらわ自らタコの作り方を教えるのだ。おお、誰が参加するんだ。創玉、新閣、関、ヨーヨだ。おお、たくさん来るんだな。大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。カン、うん、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。わらわはかれこれ1000年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると、素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。その構造は六穴十二道をめぐりまあよい、お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。めちゃくちゃ喋ってたくせに。ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか。ああ、ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか。よかろう。材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。では明後日の午後、奥蔵さんで待っておるぞ。か、こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在、他人の手を頼る必要などない。この箱飛べるのか。どうなってんだ。その名も流木運搬神技。おお、すっごいどやってるな。あいつ意気揚々と歩いてるけど、周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあまあいいか。ちなみにあいつの箱の中にはマシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。別に盗み見たわけじゃないぞ。飛んでる時にちょっとふらついて、うっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをあーだこーだ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ、絶対。おお、そうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。